チェスキー・クルムロフ、チェスキー・クルムロフ、チェコ語、セスキー・クルーム・リフ、ドイツ語、クルーム・アンデア・モルダウ、または、ボミッシュ・クルームを、ラテン語表記、クラムローは、チェコ、南ボヘミア州の、小さな都市。クルムルフ城を含む、優れた、建築物と、歴史的文化財で知られる。クルムルフは、川の湾曲部の湿地帯を意味し、ドイツ語のクラム・アウェをその語源とする。チェスキーは、 ェコン語で、ボヘミアのという意味であり、これにより、モラビアにあるモラブスキー・クルムロフ、マーフスキー・クルームリフと区別される。1920年以前は、クルマウ・アンデア・モルダウという名称で知られ、古い地図には、単に、クルマウ、クルームオと記載されていることが多い。町と城の建設は、ボヘミアの重要な通称路であるモルダウ側、ブルタバ川沿いに13世紀後半に始まった。 1302年、クルマウ、チェスキー・クルムロフの町と、城は、ボヘミアの有力貴族であったローゼンベルク、ローゼンベルク家のものとなる。14世紀以降、町では、手工業と交易が、盛んになった。16世紀、特に領主ウィルヘルム・フォン・ローゼンベルクの時代には、ルネサンス様式の建物が、数多く建築され、町は、色彩鮮やかな華麗なるルネサンス都市へと変貌を、遂げた。 しかし、町の華やかな予想とは裏腹に、ローゼンベルク家の財政は、次第に破綻を起きたすようになり、ついに借金の抵当に入れられたクルマウ、チェスキー・クルムロフは、1601年、神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の手に渡る。その後、1622年、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世は、当時、神聖ローマ帝国全土を巻き込んでいた30年戦争において、 財政面を含む貢献のあったエッケンベルク家にこの町を与えた。この時代に町にはバロック様式の建築物が加わった。1719年、エッケンベルク家は断絶し、有力貴族のシュバルツェンベルク家が町と城を相続する。領主ヨーゼフ・アダム・シュバルツェンベルクの時代に城はバロック様式に改築され、後に有名となる城内劇場。 バロック劇場が完成した。クルマウ、チェスキー・クルムロフでは、その地理的条件もあり、ドイツ語が有力な時代が長かったが、支配階級のドイツ系住民と非支配階級のチェコ系住民は、生まれた時から決まった民族のヒエラルキーのもとで共存しており、19世紀に至るまでは、民族意識が政治的緊張をもたらすことはなかった。19世紀に入り、 シュバルゼンベルク家は新たに英国風のネオゴシック様式に改築されたフルボカー城に居城を移した。また産業革命期にあってこの町は主要な鉄道網から外れ大規模な工業化も見られなかった。町は緩やかな衰退へと向かう。1867年、クルマウ・チェスキー・クルムロフはオーストリアイコールハンガリー帝国の一部となった。 次第に民族主義が帝国全土を揺るがすようになり、車うチェスキー・クルムロフもその例外ではなかった。神聖ローマ帝国の時代から続くドイツ系住民とチェコ系住民の共存の時代はこうして幕を閉じた。学校教育や図書館などが次第にドイツ系とチェコ系に分離するようになった。 1910年時点における町の人口は8662人であったが、そのうちドイツ系が7367人、チェコ系が1295人であった。第一次世界大戦の敗戦に伴い、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が崩壊すると、町はチェコスロバキア領となり、1920年4月、チェコスロバキア内務省令により、 町の公式名称もクルマウからチェスキー・クルムロフとなった。戦艦期のチェコスロバキアでは民族自決が認められず、少数民族の立場に置かれたドイツ系住民約300万人の政治的不満が高まっていたが、1938年ナチスドイツはこれに乗じ、チェコスロバキア領内のドイツ系住民の権利が侵害されているとして、 いわゆるズデーテン地方の併合を強行した。これにより、チェスキー・クルムロフを含むボヘミアのドイツ五県地域はドイツ領となった。チェスキー・クルムロフにはナチスドイツの軍の基地が置かれ、ドイツ人兵士たちによって多くの建造物が壊された。1945年、ドイツは第二次世界大戦に敗北し、チェスキー・クルムロフは独立を回復したチェコスロバキアに復帰した。 しかし、ドイツ系住民については、エドバルド・ベネシュ大統領の指令、ベネシュ布告により、チェコスロバキアの市民権と私有財産を剥奪、没収することが決定された、無慈悲政策。チェスキー・クルムロフの住民の多くは、ドイツ系であったため、ベネシュ布告により、多くの住民は、市民権と私有財産を剥奪、没収され、故郷から追放する処分が下された。 1945年以降、チェスキー・クルムロフは、荒廃状態にあった。町の伝統的な住民の多くを追放したことは、チェスキー・クルムロフのコミュニティにとって、大きな打撃となっていた。町の住居の多くは、その主を失い、一時、無人となった。1948年の共産主義化により、城郭などの歴史的建造物が、封建時代の遺構とみなされ、 価値を否定されたことも、その後輩に拍車をかけた。ようやく歴史的建造物が、徐々に補修されるようになったのは、プラハの春が訪れた1960年代後半以降のことであった。なお、1945年以降、観光地化が急速に進んだ1990年代前半までの間、チェスキー・クルムロフの中心部は、ロマの人々が多く居住する地区となっていた。 近年は、チェコ人との同化も進んでいるが、現在も激しい差別が根強く残り、民族浄化のためのロマへの強制断子政策が続いている。チェスキー・クルムロフにおいて、ロマは、チェコ人に次ぐ、第二のエスニックグループとなっている。1989年のビロード革命以降、街の景観の歴史的価値が再認識されるに至り、建造物の修復が急速に進められ、 街はかつての美しさを取り戻した。1992年にはユネスコの世界遺産、文化遺産に登録された。現在はドイツ・オーストリアを主とする観光客に人気のある観光地となっている。現在もクルムロフ城の内部の修復などが進められている。1990年以降、毎年6月には中世の領主であるロジェンベルク。 ローゼンベルク家の紋章にちなんだ五弁のバラの祭典が開催されようになった。2002年8月、町はブルタパ川の大氾濫に見舞われた。ボヘミアでも有数の古い修道院、ズラター・コルナ修道院がクルムロフから10キロの地点にある。クルムロフから30キロ離れた場所には12世紀に建てられたフルボカー城、後世にビィンザー城を似て再建されたがある。 クルムロフは、チェコ最大の国立公園、シュマバ国立公園に近い。シュマバ山地は、オーストリアドイツ国境沿いにある。チェスキークルムロフは、重要な文化の中心地である。いくつものフェスティバルやイベントが、毎年開催される。最もよく知られているのは、6月の下旬の週末に、開催されるゴベンノバラのサイテンザファイブ、ペトルドローズフェスティバルである。この際には、 下町は歩行者天国になり、職人、芸術家、音楽家、地元の人々が中世の紛争をして、中世の町に模様替えした街灯へ繰り出す。ジョスト、フェンシング、伝統ある、民族舞踊などの多種な催しがされ、城、地元の公園、歌詞などで民族劇が上演される。フェスティバルの最後を締めくくるのは、城で打ち上げられる花火大会である。 1989年のビロード革命以後、一体に80件を超える飲食店ができた。多くのレストランは川沿いと城周辺に集中している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。